次はノブプラス。お刺身やたたきが定番のあの魚にこんな美味しい食べ方があったんです。キジマリウタがノブに登場したメニューをオリジナルの創作ノブ料理にアレンジ。エファちゃん出てきましたね。あの鉄の塊を盗みに来て。けなげよね。もう俺も鉄の塊あげたくなりますよ。若い子には優しい。泥棒として入ってきたのに雇ってあげる、あの優しさ、いい話でしたね今回もね。いやね、ちょっと待って、もう料理行かない。で最初大将が叩き出したじゃないですか。あ、これだったらカツオとか生のお魚が苦手な人でも食べやすいんじゃないかなっていう料理を思いついたので、それをちょっと今日はご紹介したいと思います。いいんじゃない、カツオのレアフライ。カツオ揚げちゃうってこと？カツオをね、フライにして揚げたいんですけど、揚げるんだけど中は生。あ、レアね。そういうカツオを紹介したいと思います。キャベツの千切りと大葉、こんなやり方すると楽ちんというちょっと裏技でご紹介します。このキャベツの葉っぱと葉っぱの間に大葉を仕込んじゃうんです。こうすると一緒に切れちゃう。なるほど。同じ細さになるので一緒に切っちゃった方が絶対楽ちんです。ちょっとナイスアイディア。じゃあ続いてカツオです。カツオを切っていきましょう。厚さをなるべく均等にしたいので、この端っこのちょっとこう細い部分、ここはちょっと落としちゃいます。ここはもう刺身として各自食べてください。だいたい10センチぐらいの長さに切りたいので、まあ、これで半分でいいかな。了解。半分に切っちゃいます。はい、こんな感じ。塩を少し強めに振っておきます。そうか、塩で下味をつけたカツオに小麦粉をまぶして卵にくぐらせる。で、パン粉をすべての面にしっかりとつける。これで準備完了ね。パン粉をつけたらちょっとこのまま置いてなじませてください。こうすることで油に入れた瞬間パン粉をブワーって弾けるのが防げます。揚げ上がりの食感もサクッと軽い感じに仕上がるので。油なんですけれども今回かなり熱い温度でいきます。190度ぐらいですかね。ほう、190超えました。190度ぐらいで一気に上げていきます。とんかつやコロッケよりずっと高温、一気に勝負いっちゃおう。表面が綺麗なきつね色になればもう OK です。早いね、これ嬉しい。はあ、中がレアでたたきのような仕上がり。もうね、揚げてねすぐ切らないと余熱でどんどん火が入ってしまうので、すぐ切ってカリカリの状態を食べていただければと思います。いいじゃない。お醤油、わさび、マヨネーズ、もちろんソースで食べてもらってもいいですけど、お塩で食べてもいいし、美味しいと思います。周りはサクッと中はトロッと、バッチリお酒にも合うと思います。ぜひ作ってみてください。はい、最初はカツ、あと追っかけて旨味がドカーン、食感が楽しい創作カツオレシピ。これなら生魚が苦手な人でも